今回届いたのは、ちょっと薄く見えちゃってるけど。いきます。じゃーん。ジョリン。再販されてよかったぜ。来年から地上波でもアニメが始まるんで。そしてもう一体は、ザーン。ストーンスリー。よし、ちょっと開封してみよう。ここちゃんとジョリーンって書いてあるのに、こっちは SF って書いてあるんだな。超略されてるじゃん。まずジョリーンから。そう、この前何日か前なんだけど、2日前ぐらいかな、俺、爪剥がしちゃって、これ、この18号のレビューしてるときに、爪剥がしちゃって、もうちょっとフィギュア解放するのが怖いんだけど。うわ、何これ。糸だ。こんなパーツまで作るんだ。うわ、細っ。これ折れそうじゃん。え、これ大丈夫？ちょっとこれからやってみよう。うわ、すげえ。糸になってるけど。また、これから見して。すげえ、この指。うわ！これ折れそう。ベビースター見て。ベビースターラーメンだ。怖い。うわ、すごい。あ、これちょっと柔らかいな。こんなになってん。これ何これ、うわぁ。すげぇ。ちょっと怖いな、これ。こっちの顔は何だ、怒り顔か。こんなに。え、叫び顔が、じゃ、叫び顔ほど叫んでないよね。この唇の緑が最高だな。眉毛こんな上がってたっけ？ジョリーン。まあやっぱ女性のキャラだから、線が細いな。細い。ズン、ジョリン。うわ、超くびれてる。何気にスタイルがいいぜ。これは何？これは動かないんだ。これは動かないみたい。ここちょっとなんかおっかねえな。ここ、ベリベリっていきそう。大丈夫かな？どうやってくっついてんだ、これ。もういいよ、ちょっとそっとしとこう。いいね。これ6部の丈太郎、なかなか出てくんねえな。ちょっと6部の丈太郎のコース好きなんだけど。うわ、細かい。腕の入れ墨。へそピー。この胸とかもすげえ、細かいな。ちょっとグラグラして、関節が緩いな、これ。あ、取れた。え、これハマってた？ちょっと上に置いてあっただけだよ。こんな感じ。こっちにしようかな。オラオラオラがいいや。オラオラ再現しようぜ。でもなんかこれ、黒い。これ何のシーンだ？わからん。ちょっと覚えてないな。なんだ？なんで手が黒いんだ、これ。ちょっと覚えてないぞ。何のシーンだっけな。このシーンあったかな。ストーンフリー召喚。うわ、顔が。
二つついてる。二つついてるよ。これは、ザーン。うわ、なんだろう、なんだろう。すげえプラスチックだな。わあ、こっちはジョリンと違ってすごい首が硬い。ええー、こんな違うもんなんだろうか。あ、動かねえや。動かねえの？あ、すげえ首が硬い。わあ、こっちのがいいわ。肩ってこんなになってたっけ、ストーンフリー。すげえ、このクリアパーツとかグラサン。おお、これ。大学の時だっけな、これ始まったの。6部。こっちはピンクのグラサンだ。ピンク。紫。あ、これ初期のだ、初期。初期顔確かこうだったな。違ったか。おお、これはいいね。完全にオラオラだ顔じゃん。おお、今回塗装もいいわ。こっちに変更します。メガネは取れんの？すげえ、手に入った。こんな感じ。首のここが動かない。ここが硬い。どうした？これ動くんだよね、ここ。ジョリンはめっちゃ動くんだけど、ここの首のここが。ほら、ここ外れそうになるくらいまで動くんだけど、ここが。首根っこが。ちょっと大丈夫か？こっちは全く動かない。よし、ちょっとオラオラで飾ってみよう。こんな感じ。基本細いな。もういいね。ちょっと飾ってみよう。できた！オラ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 ってやりたいんだけど、ちょっとね、見てわかるかな？これグラグラ。これ一応北斗の剣のケンシロウのやつなんだけど、ダメだね、これ。グラングランになっちゃった。ジョータロウはね、ジョータロウとかね、ザワールドはね、ちゃんとね、ハマるんだけど、これ、ちょっとダメだね。ストーンフリーは入んないね、これ穴が。多分ね、これ女性だから、これが細いんだろうな、どうせ。こっち男もんだから。だから、ケンシロウでも、ジョータロウはハマるけど、スタープラチナはハマるけど、この女性キャラのこのストーンフリーはちょっとこのエフェクト使えないや。あ、残念だな。グラングランなんだよね。穴のデカさが。ダメだ。やっぱダメだな、このグラン。グラングランだよ。もう回っちゃうよ、これ。しかも重いしね。こうしたいんだけどな。おらおらおら。まあ、手の位置変え、気にしなかったら別にこれでもいいんだけど。これかっこいいんだけどな、色も合ってたのにな。はい、ってことで、こんな感じかな。まあ、ざっとだけど、ポーズは。あら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 って。ジョリンもね、もうちょっと首上に向けたいんだけどね、ここがね、見えちゃうんだよな。空間が。まあ、でもいいんか、これで。うわ、すげえいい、でも。このストーンフリーの顔の出来がいいわ。グラサンで。こんなボツボツがいっぱいある。意外にシンプルなんだよね。背中こんな感じ。ジョリーも凝ってるやん、こす。ここなんかすごいな、これ。なんか取れそうでおっかないんだけど、こういうとこが。ちゃんと細かく再現できてる。すげえ。髪の毛とか、星のあざもあるし。この糸はどうやってはめるんだろう。ここの指にこうはめればいいのかな。こうか。こうやって飾るのか。ちょっとよくわからないな。
気持ちが悪いな、こうやってリアルに見ると。気持ち悪い。寄生獣みてえだ。うわー気持ち悪い。ちょっと下向きすぎ。うわぁ。来い、プッチって最後のシーン。あらおらおらおら。かっこいい。